クニューです2020年の6月11日ですねえっ、ー、とハロアニ今日の19時から放送ということで当日になっちゃいましたけどもまあせっかくなので少しの時間だけでも振り返ってみてくれてればと思いまして、えー、と先週あげました動画のコメント返しと、えー、どんな感じの番組内装がか予想なんていうのを、えー、とこの時間で言いながら今だいたいね14時半ぐらいなんですね。 <laughs> このタイミングで、えー、とお届けしていこうかなと思っております。クニオチャンネルはいつも通り、えーと、比較的歴史的な根拠のあること、大体、あと社会情勢、えーと、もう皆さんも分かってるような社会情勢なんてのを織り込みながらなんですけども、えー、と実体験に基づき、えーと、広げていける、そんなチャンネルにしていきたいと思っております。ぜひチャンネル登録の方もお付き合いお願いします。じゃあ早速いっちゃいましょうかね。えー、とまずはね、コメントをお返しするコーナーからいきたいと思います。えっ、ー、と、クケさん、いつもありがとうございます。 えと「ハロアニ」は非常に驚きましたね。このおうち時間で「踊ってみた」をあげているハロメンがいてその中にはアニソンを踊っている人もいますが音はなしでしたけど今回は歌ですからね。邦夫さんが動画内で触れたようにアニソンはジャンルが広く中にはハロプロ楽曲では歌わないような楽曲もありそうといううんありそうそういう楽曲が選ばれるかどうかもう非常に楽しみです。<laughs> ねもう 今日の時点ではもう全くこの時点ではねまだ始まってないんで全くわからないんですけどツイッターで「ハロワに検索」なんていうのを結構やってみて、えー、と当然ながら様子を伺ってるわけですよ。もう皆さんもやってるかもしれないですけどそれで見ると比較的オールドスクールと申しますか、えー、と古めのがまあ僕が見れるフォロワーのとかそういうのが多いのかもしれないですけど最近よりいるっちゃいますよ。入れちゃいますけど 最近よりってより王道クラシックから入ってくるまあまあハローメンがやるからそっちの方がねパイが広がるからいいんでしょうけどなんかそういう印象強くなったななんていう一週間ではあった気がしますねまあ実態は今日見れますんで楽しみということは変わらないでしょう引き続きよろしくお願いしますじゃあ続いてまいりましょうレンジャーさんいつもありがとうございますえー、っと面白そうな企画ですねアニソンカバー業界に参戦ですか笑い えっと、この業界でメジャーな YouTuber の動画は一日に万単位のアクセス数があり時々ライブイベントを開催するぐらい人気がありますね。えっと「せいそう」を見事なアニメ声でカバーし世界的知名度を得たレニッチもその一人ですが第一人者となるとおこれは何だラオン・リーでしょうねかなレオン・リーなのかな。 えと2週間ほど前にも「ハンターハンター」の「ディパーチャーをカバーしましたがパワフルな声でこの曲をメタルに変えてましたね笑い笑い、えー、金沢智子にはっ、えー、とレオン・リーヒと同じ曲に挑戦してもらいたいですねこの2人の名称はちょっと間違ってるかもしれないですけど俺調べてみても読み方わかんなくてさ英語で普通に言ってんだったら、まあ、レ,イレイニーにチャンネルだからレイニーチャンネルなのかもねちょっと怪しいね じゃあ,あのこの内容の方をお読みした部分にちょっとツッコミ入れていきましょうか <laughs> ツッコミって偉そうだけどえっ、ー、とね YouTuber のこれ見ると YouTube って皆さんもそうかもしれないですけど関連出てくるじゃないですかで関連見てみて俺思ったんですけどこのあれだね歌っってみた業界の再生数やばいっすねもう俺そのその驚きだけでこの1週間まあ厳密に言うと他のの何だっけ さやしりほチャンネルのチャンネルじゃねえや佐やしりほカの僕のチャンネルの、えー、と,ところところのリクエストも見ているおかげでなんだけど結構見れたんですよそしたらちょっと僕が今まで見てきてた YouTuber 系のものよりなんか跳ね率異常であといいの結構あるそれはビビりました だからそういう形態そのユーチューバー形態でハローメンがやってくるのかまあ全く違うハローのー今までのうん伏線で言うと対イ対ー,ーアップカミハロステ的な方面で見せ方としてですねくるのかというところも今日このタイミングだから楽しみと言えるやつかもしれないですね。 ね、でカバーのさやり方も僕これ僕が思ったんですけどちょっと一アレンジ加えてるじゃないですかあの例えばこのレイニーチャンネルさんなのかレイニーチーなのか分かんないですけどこの子だと歌詞を日本語に変えてとかそういうことですよねそれでテロップの入れ方とかも多分自分でハローで言ったらお家でもビヨンズ的なことなんだと思うんですけど自分でやらせたらああなるよみたいな。 僕おうち時間でカバーも全部自分でやらせるみたいな感じの方が面白いし楽しみなんですよ。まあ、当然スタジオ行ってこのカメラ撮ってってことじゃないでしょうから頑張ってあの『レイレイ』の時の人それぐらいなのかなとは思ってるんですけど僕は家で完結させるのをちょっとイメージしてるんでしかもソロでね、まあ、ソロもソロもね話したいなるんですけどあれも画像まとめようと思ってるんですがそれスタートしてからやりますね。ね そんなふうなこことをこれは思いましたで金沢智子ね金沢智子はもうそんなにでもあの名前挙がってなかったんですけどツイッターだけで検索するとだけど僕一番浮かんだの金沢智子ですよアニメソングで何曲かって言ったらで高瀬くるみもあるけど高瀬くるみの場合はあのこいつのおかげでアジャストする曲は多いが方向性が決まってるんですよ。で金沢の場合金沢智子が歌ったらどうなるかっていう。 このね、あの子やっぱりカラオケチャンピオンから入ったせいかわからないですけど想像でいくらでも広がって結構180度に近いぐらい前方が明るい感じですね。これ,これ僕の見方です。まあ違う意見もあってもいいと思うのでその辺もコメント皆さんいただきながら、えー、と今日もこの後も続けていきたいっていう感じです。じゃあそんな感じでですすすねありがとうございまほ、まあまあ、ほぼほぼ同意ですよ ね、このワールドスタンダードなクラス来るといいなと思ってますね。あ続いて「追伸」なんですね。「ダンバルルル」も歌うのですね、えーと。彼女には本業で歌っている曲はあ簡単すぎるのではと感じています。ぜひアニソン最高難度クラスの「エゴイスト」の曲に挑戦してもらいたいですねお。これレンジャーさんの追伸というか後に書いてあるので後ろになっていくやつ。ル,ルはね これでもいいけど僕意外とルルはアニソンでなんか勝負してってよりちょっと違う派で今のジュースラインのところとかもよくてあと80年代カバーの曲が、まあ、バースデーイベント見てるせいかなのちょっと隙のあったと言ったら失礼なんだけど80年代のアイドルのソロの曲でそんなに練習して煮詰めないで出した系の曲をルルがカバーするのが僕はハマるって見てる派ですね。 なのでアニメでもあの時でもアニメだと結構みんなどの時代もうまいのさねえこれこれだからどうするかなんですけどでも80年代のやつとかいいんじゃないなんかキャッツアイとかアンリーが歌ってたやつとかああいうのいいんじゃないですかねそんなこと思ったりします、うん、まあ、この辺もまたダンバラルールは楽しみにしましょうじゃあ続いていきましょうメロンパンさんハローはアニソン部の本編国尾さんの解説動画両方拝見しました えー、可能性が無限大ですよねまずアニメの中でもジャンルがありすぎます笑い、えー、と少年誌などのバトルやスポーツ青春系少女漫画などの恋愛系国民的アニメ、えー、昔懐かしのアニメ系深夜帯アニメジブリなどの映画アニメスマホゲーム系点々点挙げただけでもファン層の分母がおかしいレベルです。 そしてこれらのアニメが人気な理由は洗練された歌があるものも大きな理由要因の一つだと思いますかっこ。ハロアニブのチャンネルのコメント欄には京アニのものも歌ってほしいというのもありそれも実現すると良い連鎖が起こりそうな予感がします。かっこじそして、えー、我が軍ハロプロは歌に対する姿勢、えー、努力量はアイドル界でもプロレベル。 うまい下手得意不得意はあるでしょうが思いが伝わる努力が伝わると思いますアニメが好きな気持ちを日本の素晴らしい文化の良さを歌に乗せて世界に発信していくそしてハロプロの認知度も上がる予さに気づいてもらえる機会が増える結論超楽しみですありがとうございますもうこの文章そのままっすねこの狭くはしてないでしょうからね だからメロンパンさんのこの取り方で僕もたこれも僕たっぷり同意100点かな。<laughs> ねいつも余計なこと挟むんだけど挟まないでここまで言えると全然大げさじゃなく同じ気持ちっすね。だから上野に乗せていけばまあ本人たちの世代での歌で本人たちが好きな歌を歌ってほしいなっていうのが僕ちょっとあるんですよ。 当然僕世代の僕が歌ってほしい曲さっき言った「キャッツ・サイ」とかも言ったけどああいうようなものも歌ってくれると自分が好きで聴いていた時の歌の何て言うか本,本物の歌手って大変だけどオリジナルの歌手ですねとの比較とかできてめちゃめちゃ広がるけどそれって僕 2, 番目2曲目3曲目って言うんですかそういうのでいいのかなと思っててまず本人が。 見てて好興奮ってへんかあの感情移入できたよっていうような曲っつんですか、まあ、そういうのを聴かせてもらうのが僕は一番よくてリクエストの前にそれがあったらなっていうのが本音っちゃ本ですねでも他は全部この通りです、ね、楽しみにしていきましょうありがとうございますじゃ続いてお読みしますねあア有栖川実夫さん えー、ハローアニー本編動画で小田ちゃんがマクロスの話をしだした時ここ国尾さんにやりとしながら見てるんだろうなって思いながら視聴しました笑、えー、自分はバースデーイベントへの参加経験が少ないのでわからないのですがハローメンがハロプロ以外の曲を歌う場合ハロプロ歌唱なのか自分独自の歌唱法なのか原曲に寄せてるのか注目して楽しみたいと思いましたこのハローアニーが盛り上がって年1回お客さんを入れてカラオケイベントをやれるくらいになってほしいですね 今回、ジャストプロのアカウントでもハロワニの宣伝をしてましたよね。ジャストプロ、かっこ、元スタイルキューブの声優、小倉唯衣さんがゲスト出演する可能性はあるのかなて、んて、んて、はてな、と、あまり期待せずに楽しみしてます。笑い。いつもありがとうございます。なるほど、うん。まあ、ニヤっともありましたけど、気が利いてんなさくらと <laughs> 思いました。 まあでもねこれ僕調子に乗らないようにはしてるけどハローメンとか今ハローが考えてることは肌感がそんなに狂ってないなっていうのはねなんかこのチャンネルとかコメント欄皆さんもちょっと思ってるかもしれないですけど思いますよね。なんか言いたいこと考えてること進んでる方向がうまこのチャンネルでやろうとしていることとそんなに遠くないのかなと。 まあこれがおうち時間以外になった時にはまたちょっと全然違う方向になっちゃったりするかもしれないですけどまあこの段階2020年梅雨時梅雨入りなんてしましたね <laughs> そんなそんな段階ではずれてないのかななんていうのは思いましたでねバースデーイベントの中でっていうふうにすると当然ながらアニメ曲っていうのは何て言うんですか「キラレボ」とか何て言うのかな「いないれ」とかそういうのはある。 当然ハローがやってたからやるけどそれ以外では判断基準が少ないのもありまあ切られ棒いない入れでじゃあアニメっぽくやってたかって言ったら、まあ、小春は比較的今考えてみたらそっちの差異はあったような気がするんですけどねだけどねなんか YouTube 今チャンネル本人の見てる感じでは全くその歌の要素というのは忘れ去られてしまったかのような感じもしますしねもうそこはまあ寂しいけど小春が選んだ道だからしょうがないでしょうねまあちょっと話しづらいそうだ でカラオケイベントとかっていうのもこの現実的かどうかは別としてなんですけど他のところ声優とのコラボアニメ声だったらどうだみたいななんかアナザーサイドという感じで歌の歌い方レクチャーとかあったりしてレッスン前レッスン後とか <laughs> そんなことやっても今なら時間あるだろうから僕としては超面白いですよそれやってくれたら。 で、適性のある苗が見えるみたいなね、うん。まあ、僕は広がりのあるもので、ハローメンのハローの中でのトレーニングというのを積んだ子が。ある程度、次のステージ、もう一個違う,うギアの種類というんですかね。それが増えるっていうのは、めちゃめちゃやるべきだと思ってて、楽しみと思ってます。どうなるでしょうね。引き続き注目、今夜ですから、していきましょう。ありがとうございます。じゃ、続いてお読みします。えっ、ー、と、お、朝日奈さん。 しいつもらってますハローに拝見しましたこれは楽しみですね少しだけ心配なのはオリジナルのファンが意外と攻撃的なこともありそうなのでちゃんとリスペクトしてるんですよってところを見せるのが秘訣かななんて思ってますまあハローの子たちなら心配ないですかね昔アイドリングがビーズだらけのカラオケ大会をやったんですがバラエティ番組なのでどうしてもふざけた感じになってしまいその動画がビーズファンに見つかってまあ叩かれる叩かれる笑い あの面による悪きゅうれが見たい <laughs> これ俺知らねえアイドリングのビーズだらけのカラオケ大会ってあったんだでも音玉で急ともウルトラソウルをやってまああれなんだっけアンコールでもウルトラソウルで終わるっていうのがあったんだけどまあビーズ曲にもよるんだけどね僕も長初期のあの最近のビーズも好きですけど長初期のビーズはやっぱ好きっすね まあ、TM ネットワークから入っててキャロルの松本さん流れっていうのがまあ私中学時代高校時代そんなもんでしたよそういうそういうことを考えるとビーズだらけなんていうのも楽しいけどまあ今のハロメンの現役の子たちにやらすのも酷でしょうねそんなこと思います対応してる子だったら面白いけどね対応してる子だけでやるならいいかもねうんね どういうような形態でやるかというのもあるけどもやっぱり本人がアニメで今見てて好きか今見てて好きか過去に子どもの頃好きだったっていうのかあとリクエストとか言って何つうかなそのハロワインでツイートとかしてくれてそれで聞いてみて好きになったかっていうこの僕3つであることの方が正常だと思っててそれが一番聞きたいんです。まあ、そんな思いも 今のこの時点なら好きなこと言えるっていうことで <laughs> まあ一緒に楽しみ膨らましていきましょうよあざっすねーじゃあ続いてお読みしましょうえっ、ー、と車いすさんえっ、ー、と国尾さんの予言というか願望というか裏情報のフライング笑い通りですねアニソン部ワルキューレラブライブの動画見ましたカラオケでなく生演奏でやってくれれば最高ですねワルキューレのベンス担当が6弦の BOH だったのが驚きました えー、彼は現在ベビーメタの神バンドです、えー、と注目を集めるのは間違いなさそうですのでハロメンの高いクオリティでぶち上げてほしいです。これボウルかなボウルさんかな。ねここでですからワルキューレさっきの大朝ひなさんもおっしゃってましたけどそこでつなげますか。ね予言というのはあれですけどまあさっき言った通りちょっと足並みが揃ってる感じっていうのも今ファンの形とかっていうのがどんなのなのっていうのを。 ハローーーのの方方方アップロードの方ももししっかりリサーチしていいるという言い方もできますねこれはもう本当に僕だけってこと僕のとこだけってことじゃなくて全般の空気なんじゃないかなと思います。ね、でこのねワルキューレの部分で言うとさっき言ったじゃないですか僕ワルキューレ来るなとか喜んだんですけどこのリモートワーク的な期間で言うとあのズーム画像的なやつですかねそれでやるんだったら 結構もうメンバー限られますけどね面白いと思う、うん、ジュースジュースだけっていうんじゃなくてシャッフルでやってもいいと思うそれはなぜかと言ったら声室で当てはめていくっていうことをやるとよくてうんそこなんすよねでそうするとフリンコとか意外といきなり高瀬くるみになっちゃうとかそういうような角変が起きるって言うんですか通常で考えるとあの辺ってなんかがっつりかりんとかでやらしたいんだけどなんか角、うん、変が起きるんですよ <laughs> ね、これ深掘りしてもいいんだけどこれ深掘るなら会った時にこう言ってたことが当たったら「よっしゃー」ーで乗りたいねそういうふうにしましょうねラブライブ」の場合は結構あの僕幅広いと思うんですよどうしてかというと「ラブライブ」あの,あの声域にさえアジャストできたら聖域的にそんな難しいことやってないのかなっていうのが僕そんな深く掘ってないですよ有名なとこ何曲か聞いただけで。 そこは思って「ハロメン」の中でも対応できる子ってもう少し広いような気がしましたあのワルキューレよりは。でワルキューレは僕物語から当然だけどデルタから見ちゃってるところがあるからなんか余計なあのも,うもうワンランク上の物語にはまってるはまってないを言いそうなんですよ。どうしてかというとワルキューレというのが結構音楽的な補足あの歌詞的な補足がないと物語だけで読んでたら結構分かりにくいんですよ。そういういところで ちょっと、うん、これはこここうううだだっってて言いたくなりそうっていう感じですね、うん、でこのあれだベースのベビメタの紙バンドつながりっていうのはなんか前聞いたことあるような気がしたんだけど聞いてこれを言っていただいておおおって今なってそうですね。うん、何いろいろつながりますねこれね面白いっすね。うん そういういいこと思いましたで。車椅子さんのご指摘がよりワンランク上の面白さにつながるようにやっていきましょうってことで今日今夜改めて楽しみですね。<laughs> 何言ってるからね。改めて楽しみですね。そんな感じです。ありがとうございます。<laughs> 危ないんでもう最近。まあ気をつけます。じゃあ今日最後の、えー、とこの動画での最後の、ね、コメントをお呼びします。ウニ娘さん、これくらいの長さが良いな。ねこの 本編度は11分46秒です。